やっほーい、山城です。今からマタジー先生に牛の妊娠鑑定と、あとなかなか種つかない子がいるので、そのこのチェックをしてもらいます。おはようございます。おはようございます。こっちになかなか種つかないやつ2頭と輪郭1頭、はい、で、了解です。あっちにもう1頭輪郭がいるので、了解です。失礼します。還暦は何三目ぐらい？6三か7三です。はい、了解です。血統が勝田平、金幸。うん、空っぽですね。うん、はい。ついてはいません。え、どうすんのこれは？もし知らなかったら自然に止まっては。はい、わかりました。入れれる状態のコンディションかどうかをちょっと今から見ます。うん、じゃあこれシーダーを入れて、左側に卵があるんですけど、動いても粘液流さないし、いつからの卵かわからないので、うん、排卵剤と併用しながらシーダーを入れていきたいと思います。はい、ではこれはシーダー決定。はい、では隣行かせていただきます。はい、よっ。先生、こいつも分娩予定だと思って連れてったらいなくて、それから遊んでんで。ああ、了解です。2年近く。ね、うん、それはちょっと辛いですね。そしてこっちに持ってくとどうしても餌を落としてしまうから、はいはい、あとなんか見えるもんですね。でも下手に膨らかしてしまってるより、うん、いいっすよね。このぐらいのコンディションの方がコントロールしやすいですね。もしかしたら、3日後前に蜂を来てるかもしれないですけど。ああ、このベースちゃんですか。うん、はい。ああ、なんか尻尾の途中にちょっとなんかネギ乾いたような跡がありますね。今はもうネギは流してないですね。排卵が終わってしまって、うん、応体化の始まりのパターンが見えてますので、おそらく間違いなく発情だったんだろうと思います。そのままにした方がいいですか。これは、普通に待ってれば来ると思うんですけど、うん、どうされますか。じゃあそうしましょう。はい、じゃあ今から2週間とちょっとで蟹の発情の予定なので、はい、もう忘れずにチェックできるように記入をしててください。はい。はい、というわけで、これは待つ。はい。ちょっと輪郭がポイントですね。はい。6月の1日に種付けしてますね。はい。で、今日で、うん、2回目をちょっと過ぎたあたり。はい。いけてると思うんですけど、ちょっと慎重に見ます。はい、あ、いけてますね。おお、はい、おめでとうございます。何つけたかは分かんないですけど、多分いいやつ。まず1分の1、そしてシーラですかね。うん、とりあえず輪郭の結果は2分の1、まあ全然 OK ですね。自分のついてたので。
で、そのなかなか発情が来ないとかつかないって子もチェックしてもらったので、それも OK。 今からこっちの牛舎に1頭認可するのがいるので、それを見てもらいます。カメラさ、こっち向けて。先生動けるの？うん。逆光だよね。でも暗いっすね。やっぱ外は明るくて中暗いので。これの2回目の予定が、6月の23ぐらいなので、はい、ちょっと前にもしかしたら3回目が来てたかも。はい、栄養度の高い三毛さんの、うん、妊娠鑑定が実は一番難易度が高いんですね、うん、直腸の周りにふわふわした若い A ちゃん特有の油が食心の邪魔になっててですね、そして直腸もそんなに拡張してないので手の自由度がどんどん奪われてしまうんですね。すごく分かりづらい。これ中きつすぎてしびれることもあるんですか？手がありますよ。へえ。今半分冗談で言ったらあるんですね、うん、ありますあります。もう直腸のここので締め上げられるので、うん、ちょうどフィットネスでここ締めてなんかこう重量上げするのと同じ状態を多分この中でやることになって非常に辛いですね。はい、おめでとうございます。おお、イエーイ。今日は3分の2でしたね。そんないいことはない。はい、おっぱっぱ。おお、いや先生なかなか結果言わないからそうなんだなと思って。俺すごく難しいです。妊娠すると子宮の本体はですね、どんどん腹の底にこう伸びていくので、うん、そこに手がたどり着かないんですね。でも子宮を持ち上げようとしても全然登ってこないので、あ、もう確実にこれはいるなっていう判断にたどり着きます。まず大丈夫でしょう。はい、おめでとうございました。はい、またじ先生に鑑定してもらったところ、今日は3分の2もう OK ですね。すると1、2、2頭のチェックをしてもらいました。やっぱね、結構いろんな牛がいてなかなか種つかない子とかもいるので、もうまたじ先生におんぶに抱っこで見てもらいます。以上、山城でした。もいもい。